五冠末期、黄巾の乱を端緒に天下は混迷へと向かっていた。困窮した民衆の蜂起によりあらわとなる官王室の衰退。その最たる要因は帝のそばでうごめく宦官たちの専横である。中でも長女ら十条氏は官室の意向を盾にし権勢を欲しいままにしていた。官室の外戚家臣をはじめとした諸侯はこれを排すべく決起、宦官を駆逐せんと武装して宮中へと踏み込んだ。その中に一人の男の姿があった。呂布、あざ名を宝泉、並外れた旅力と旧馬の才を持つ異常夫。彼は宦官と対立する義父丁原に伴われ曹統に加わっていた。力を示したい呂布にとって宦官の駆逐など辞儀に等しい。だが彼の運命はこの騒乱を機に大きく動き出すことになる。尽力するのだ。さあ出てこい宦官ども。消えろ。あれに見えるは十条寺の一党、一人たりとも逃すな。打ち倒すのじゃ。戦は知略でするもの、追い知るなよ。消えろ。兵を呼べ。奴らを駆逐するのだ。こそが最強。私の知略が破れようと。敵将討ち取ったぞ。よくやった。褒めて使わせた。
奴らの目的は立ち合う場所の記憶を残る十秒時から居場所を引き出すことこのような最高とは私は何のために考えに同じ血は流さずとも良いゼロだが奴らの居場所は早々見つかる大助け肩鳴らしにもならんまだだまだ暴れ足りんぞおおここで援軍とは仕草を分かっておるようだおのれよもやこのわしがなんと家臣が死んだか所詮なり得ない者はその程度であるこれよりはこの名族援軍所が指揮を今から私の桃で大いに奮戦せよお前は何者だ我が意向に移る前に早く敵を追わんか長女など知らぬ知っていてもそなたらに教えようものか長女のことなど知らぬ どうか命だけをくだらん奴聞いてどうなるというよくぞ駆けつけてくれた頼りにするぞ長女の居場所が判明感謝の準備をしていますこの奪われてはならぬ何としても奴を止めよよくやった止めて使わすぞおけ我らの邪魔をするでないに切られろ私はお前らなどに殺したのぞ
官室を乱す者どもはついえた。これよりは諸侯を皆手を携え帝を支えようぞ。それこそが魔法が。貴様まだわからぬか。世は乱れた。ならばそれを治めるのは何じゃ。力じゃ。力で逆らう者をねじ伏せる。それが天下を治める道よ。なんと悪辣な。領夫よ、こやつは官室にとって獅子身中の虫。切れ、切るのじゃ。ほう、貴様領夫というのか。そのアホを捨てわしの養子にならぬか。貴様もわしと同じ側であろう。その力天下に示すがいい。領夫よ、何をしておる。さあ答えを聞かせよう。行くぞ。俺を楽しませろ。